はい、こんにちは。今日はですね、ちょっと嬉しいことがあったのでその報告をしたいと思います。雑誌のですね、マックファンっていうのがあるんですけど、今回そこにですね、このアミティ先生を掲載させてもらいました。で、ですね、先月の4月号も実は取り上げてもらっていて、取り上げてもらったっていうか注目のフォロワーみたいな感じでインタビューしてもらったんですけど、今回はその続編みたいな形でですね、結構大きく取り上げてもらいました。で、本当にもうありがとうございますって感じで、まだまだこの YouTube も 2,3 ヶ月しか経ってないんですけど、もう大興奮です。マックファン大好きなので。で、今回どこに載ってるかっていうと、まあマックファンがこの iPad 特集をしてるんですね。新しく iPad 出たので、それ出たと思うんですけど、その iPad 特集の中の、iPad でイラスト漫画デザインっていう題名で、ページがあるんですけど、そこの一つデザインっていうところで、アミティ先生を使ってもらってます。ここですね。で、このページぜひチェックしてみてください。これ今目次を見てます。で、ざっくりちょっとだけチラ見せをするとですね、この記事の、表紙がこんな感じですね。で、イラストレーターさんと漫画家さんが紹介されてます。で、デザイナーで私が紹介されてます。で、私も全然知らない方なんですけど、このイラストレーターの方、 iPad ですごい上手い絵を描いていてですね、しかもプロクリエイトで描かれていて、もうびっくりすっごい上手いんですよ。どうやって描かれてるかもちょっと書いてあるので、ぜひ見てみてください。で、漫画家さんもですね、出てますね。私 iPad では漫画描かないんですけど、っていうかもともと漫画は描かないんですけど、すごいテクニックとか書いてあってですね、あ、ちょっと書いてみたいなって思いましたね。で、ここ私出てます。デザインの部門出てます。残念ながら顔は出てません。でもアイコンが出てます。すごい、見て、すごくないですか。アミティ先生います。で、これ何ページかな、58ページから60何ページまで、ほぼ10ページぐらい埋め尽くされてます、アミティ先生で。で、インタビュー受けて、なんかすごい iPad に対する熱を話したら、ライターさんがすごいいい感じに書いてくれました。で、 iPad でデザインに挑戦する方々へ一言って言われたので、私はアプリを知るっていう風に書きました。で、私本当にアプリ、 iPad でデザイン作業するときはアプリが一番大事だと思ってて、アプリを知る者はもう iPad を制すると思ってるので、これから iPad を使いこなしたい人はですね、ぜひアプリの勉強をしてみてください。で、今回ここではチュートリアル、 YouTube で流しているようなチュートリアルの、まあ、細かいプロセスとかを紹介してます。なので、iPad 好きにはですね、今回の Mac ファンめっちゃ読み応えあると思うので、ぜひぜひ立ち読みでも購入してでも読んでみてください。はい、という感じで、こんな感じかな。じゃあ、せっかくなんで、iPad 新しく最近出たじゃないですか。 iPad Air と iPad mini、これについてちょっと話すと、私今 iPad Pro の、11インチを持ってます。よくサイズ何持ってるんですかって聞かれるんですけど、 iPad Pro の新しいやつの11インチを持ってます。で、まあ、デザイン作業するにあたっては今 の iPad Pro が一番いいかなと思うんですけど、新しく出た iPad Air とか iPad mini とかでも普通にプロクリエイトとか全然問題なく動くと思うし、サクッとお絵描きするぐらいだったら iPad Air とかでもいいかなと思います。で、私は一番 iPad Air が買いかなと思いますね。値段も安いし、サイズもちょうどいいかなと思います。で、まあ、普通の人だったら多分 iPad Pro とか私ぐらいガシガシ使ってる人ってまあそんなにいないと思うんで、 iPad Air でも十分かなと思います。で、 iPad mini は正直使い時がわからないなっていう感じですね。で、 iPad Air も iPad mini もスペック的には似たような感じなので、それだったらちょっと大きい画面の方が、まあ、イラストとか描くんだったらいいと思います。ノートとか撮るんだったら、iPad mini でもいいかな。まあ、でもそれでも iPhone の大きいやつ使えばいいじゃんって私は思っちゃいますね。で、じゃあ iPad Pro を買う人なんですけど、 iPad Pro を買う人は、イラストとかデザインとかを超ガシガシ
やる人、すごく頻度高くやる人か、あとは音楽とか作る人とかも iPad Pro の方がいいですね。あとは映像制作する人、映像はやっぱり負担かかるので iPad Pro の方がいいと思います。であと音がやっぱり iPad Pro いいので、その音楽とかを綺麗な 音で聞きたいっていう人は iPad Pro 買った方がいいと思います。でそれ以外の人は iPad Air でいいと思います。なので私が例えば女性の友達にプレゼントするなら iPad Air かなって感じです。お母さんとかにプレゼントするなら iPad Air だと思います。まあいずれにしてもですね、 iPad 持ってない人は何かしら買った方がいいかなと思います。本当に暇な時間もすごく楽しくなるし、仕事も超はかどるし、本当に iPad はおすすめです。はい、ということで喋りすぎてしまいましたけど、今日はこんな感じで以上になります。もともとはですね、D マガジン乗りましたよっていうことです。ぜひ D マガジンですね、手に取って読んでほしいなと思います。はい、ということで今日はご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。